こんにちは、佐々木です。本日はラクマ。ファミリーマートからの簡単ラクマパックの発送方法を大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。ラクマなんですが、ついにですね、ファミリーマートから発送することが可能になりました。はい。なので、ぜひね、その方法ですね、お伝えします。はい。まずこちらですね。はい。まずこちら、ファミリーマートに入っていただきまして、このファインポート、こちらの方に来てください。はい。その次ですね、こちらなんですけど、まあ、画面を見ていただきまして、押していただきますと、こういった画面になりますね。はい。で、この、荷物の発送を受けている、ここで8番ですね、ここを押してください。はい。そうしますとですね、こういった画面に出ますね。はい。こうですね。はい。で、次なんですけど、バーコード、まあ、ここのバーコードです。ここにですね、スマホの画像ですね。これを当てていただくようになりますね。発送の画像です。これを当てていただければいいかと思います。はい。そうしますと、次なんですけど、これですね。この、宅急便、どういった宅急便で送るかってことが出てくるんですよね。はい。で、これを押していただければいいですね。はい。で、その次なんですけど、こちらですね。はい、すいません。こちらですね。はい。で、配送先の、住所と自分の住所なんですけど、まあ、受付番号とかちょっと消しちゃってるんですけどね、品名とか、まあ、いろいろ出てきまして、今回、宅急便ですね、ラクマって書いてあるので、まあ、こういったふうに画面が出ます。で、これをですね、ここを押していただくようになりますね。はい。そうしますと、まあ、日付等出てきますね。まあ、これも押していただければいいかと思います。はい。はい。で、その次なんです。またですね、確認画面が出てきますので、まあ、そのままね、確認のボタンを、ね、押していただければ問題ないですね。はい。で、最後なんですけど、まあ、こういったふうにですね、すべての配送が決まりますと、印刷用紙が出てきます。はい。印刷用紙なんですけど、まあ、こういった感じですね。こういった印刷用紙が出てきます。はい。で、これで確認していただきたいかと思いますね。で、これをですね、受付ですね、受付のカウンターの方にです、ね、持っていただければですね、店員の方にですね、渡します。はい。そうします。まあ、こういった感じですね、この紙ですね、持っていただければ。はい。で、こちらで、こちら書いてあるんですね。まあ、印刷完了って確認ですね。はい。で、まあ、この紙をですね、持っていただきますと、こういったふうにですね、黒の小屋豚でこういったふうな紙をですね、渡されますので、はい。で、これ商品として、まあ、こちらの商品なんですけど、商品としてですね、買っていただければ、そのまま配送になりますので、これで終了となります。非常にですね、簡単ですね。ぜひね、困った時とかね、店員の方に聞いていただいても構わないので、ぜひね、こちらの動画を参考にしていただければね、いいかと思います。はい、今回の動画は以上となります。さらにご視聴いただきましてありがとうございました。あとですね、悩み質問とありましたら、LINE登録後に、お答えします。ぜひよろしくお願いします。今回の動画は以上となります。ありがとうございました。